オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランス提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフのミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は4月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げられたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランスがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは4月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。パリの地下鉄とトラム、月に1回、週末は朝まで運行。4月13日日曜日、バレリー・ペクレス、イルド・フランス地域県知事が今年9月より週末の土曜日から日曜日にかけて、毎月1回、地下鉄とトラムの複数の路線を朝まで運行すると発表しました。パリ・ノートルダム大聖堂で大規模な火災、戦闘が崩落。4月15日月曜日夕方、パリ中心地のシテ島にある有名な観光名所のノートルダム大聖堂で大規模な火災が発生しました。この火災により戦闘が崩落、屋根を支える木造部分も壊滅的な損傷を受けています。火災の原因は大聖堂で行われていた修復作業に関連している可能性があるとのことです。ノートルダム大聖堂、5年で再建、マクロン大統領が国民に向けメッセージ。4月16日火曜日、エマニュエル・マクロン大統領は15日月曜日夜に起こったノートルダム大聖堂の大火災を受け、国民に向けたテレビ演説で、我々は大聖堂をさらに美しく再建し、私はそれを5年以内に完成させたいと述べました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はノートルダム大聖堂、5年で再建、マクロン大統領が国民に向けメッセージです。4月16日火曜日、エマニュエル・マクロン大統領は15日月曜日夜に起こったノートルダム大聖堂の大火災を受け、国民に向けたテレビ演説で、我々は大聖堂をさらに美しく再建し、私はそれを5年以内に完成させたいと述べ、ノートルダム大聖堂の再建への思いを語りました。マクロン大統領が5年以内という早急な再建を希望している一方で、専門家たちは再建には長い年月が必要だと指摘しています。1176年に建設が開始されて以来、およそ840年の歴史を誇るフランス東部ストラスブールの大聖堂の修復を手掛けてきたルーブル・ノートルダム財団のエリック・フィッシェ理事は、被害はかなりの規模なので、ノートルダム大聖堂の再建には今後数十年かかるとインタビューに答えています。
ノートルダム大聖堂再建に向け、すでに各方面から多額の寄付金が寄せられています。グッチやイヴ・サンローラン、バレンシアガなどを抱えるグループ企業ケリングは1億ユーロの寄付を表明しました。ついで、ルイ・ヴィトンやケンゾー、ディオールなどを傘下に置くグループ企業 LVMH、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンとその取締役兼 CEO であるベルナール・アルノー氏の家族が2億ユーロの寄付を表明しました。また、フランスに本拠地を置く多国籍企業のトタルが1億ユーロの寄付を、世界最大の化粧品メーカー、ロレアルの創業者一族のベタンクール家が2億ユーロの寄付を、そして行政機関なども寄付を表明していて、寄付の総額はすでにおよそ7億ユーロに達しています。国家間レベルの支援も広がり、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は哀悼の意を表しただけではなく、文化遺産修復の経験豊富なロシア最高のエキスパートを派遣することを申し出ました。大火災から1日、民間レベルでも支援の声が上がっていて、ノートルダム大聖堂再建へ向け、新たな一歩を踏み出そうとしています。今回、アンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師、セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介しておりますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Le président Macron s'adresse à la nation. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame dans les 5 ans. Mardi 16 avril, à la suite de l'incendie qui s'est produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi 15 au soir, le président Emmanuel Macron s'exprime dans un discours télévisé destiné aux citoyens. Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici 5 années. Cependant, alors que le président Macron espère une reconstruction rapide en moins de 5 ans, les experts soulignent que la reconstruction nécessite beaucoup plus de temps. Éric Fichet, le directeur de la Fondation du Louvre Notre-Dame, qui a travaillé à la restauration de la cathédrale de Strasbourg, dont l'histoire remonte à environ 840, depuis le début de sa construction en 1176, s'est exprimé dans une interview. Selon lui, les dégâts sont si importants qu'il faudra des décennies pour reconstruire Notre-Dame. Un grand nombre de dons ont déjà été reçus de diverses sources pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame.
La société du groupe Kering, propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga, a annoncé un don de 100 millions d'euros. Ensuite, le groupe d'entreprises LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, qui comprend Louis Vuitton et Dior, et la famille de son PDG Bernard Arnault, ont annoncé un don de 200 millions d'euros. En outre, la multinationale basée en France, Total, fait un don de 100 millions d'euros. La famille Bettencourt, fondatrice du plus grand fabricant de cosmétiques au monde, L'Oréal, a annoncé un don de 200 millions d'euros. Des agences gouvernementales ont aussi annoncé des dons et le montant total des dons atteint déjà environ 700 millions d'euros. Le soutien s'est également étendu au niveau international et le président russe Vladimir Poutine a non seulement exprimé ses condoléances, mais a aussi proposé d'envoyer les meilleurs experts russes ayant une expérience de la restauration du patrimoine culturel. Un jour après le grand incendie, le niveau de soutien s'étend au niveau du privé et nous franchissons une nouvelle étape dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. セバスチャン先生、ありがとうございました。ノートルダム大聖堂火災のニュースに、フランスだけでなく、世界中が衝撃と悲しみに包まれていますが、どんな時も前に進んでいこうという強い気持ち、各方面からの支援、心温まるニュースに感動しています。再建には膨大な時間と費用がかかると見られていますが、再び白い貴婦人が元の姿に戻ることを心から願うばかりです。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という
4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。